show ya. Wish me to call you when you turn me on. The way you tell me you want me down. Done it, I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have a more crying. Gonna be sweet. どうもこんにちは、ゲームブログです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はリモートワークをしているこちらの部屋ですが、今回はこちらの部屋のルームツアーをご紹介できればというふうに思います。先日デスクツアーの前編と後編の動画もアップしていますので、前回のデスクツアーも合わせてご覧いただければ幸いです。また今回の動画で登場するアイテムにつきましては概要欄にリンクを記載しておきますので、気になるものがありましたらぜひチェックしてみてください。ゲームブログのチャンネルはデスク環境のアップデートやガジェットのレビュー、そして買ってよかったものや中身シリーズを発信しております。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。リモートワークをしている部屋についてですが、住んでいるのは都内のマンションの 3LDK に住んでいます。子供が3人おりまして、まだみんな未就学ということもありまして、そのうちの一室をこちらの部屋をリモートワークの部屋として活用しています。広さは5畳の大きさとなっています。こちらのデスクはブランドはニトリのものを使用しています。寸法は横幅120センチ、奥行きが60センチとなっております。こちらは電源2ポートついておりまして、あとは引き出しですが、左に1つ、真下に1つ、合計2つの引き出しがついています。そしてなるべくデスク上はスペースを空けて作業をしております。もう6年ぐらい使用しておりますが、天板はデフォルトのままで、色もダークブラウンと、落ち着いた色になっています。そしてデスクマットですが、先日5月にご紹介しました、買ってよかったものでもご紹介をしたものになります。こちらブランドはヤサギのデスクマットを使用しておりまして、デスクマットは横幅90センチ、縦が43センチのリバーシブルのデスクマットとなっています。表面は植物ベースの環境に優しいコルクのものになっておりまして、あと裏面は高品質の PU レザーを組み合わせたユニークな両面デスクマットとなっています。広くデスクマットを使用することができますね。そして今見えておりますこちらですね、こちらの椅子ですが、ブランドは伊藤木クレビオのものを使用しております。デスク環境には欠かせない椅子ですね。私は伊藤木のデスクチェアを使っております。伊藤木は1890年に大阪で創業されており、創業後文具などの事務機器を製造を開始されたり、一貫してオフィス関連の商品を世に送り出している歴史のある会社となっています。で、私自身この椅子もうすでに8年ほど使用しているのですが、背もたれも座る場所もへたれてないのですね。伊藤木の椅子は品質もいいですし、長く座っていても腰が痛くならないのもおすすめの一つです。そして奥に見えておりますのがモニターとモニターアームになりますね。私はモニターは LG のモニター 34WL500 の B を使用しております。モニターは LG の34型になりますね。でこちらはウルトラワイドモニターとなっておりまして、後ろに HDMI は2ポートをついています。で目の負担を軽減するためブルーライトの低減機能も搭載されておりますし、私は MacBook Air 2020の M1 の13インチのものをクラムシェルモードにして、こちらのウルトラワイドモニターに移して作業をしているといった感じですね。そして合わせてモニターアームの方も使っております。モニターアームは Amazon のベーシックモニターを使用しておりまして、 Amazon のベーシックモニターと LG の34インチのこちらのモニターの相性もとてもいいので、この組み合わせおすすめですね。モニターアームを使用することでモニターを宙に浮かしてデスク環境もきれいな状態を保つことができるので、一緒にモニターアームとモニターを購入することをおすすめいたします。他にこちらのデスク環境の配線整理や、またデスク環境で買ってよかったものなどの動画も作ってあげておりますので、概要欄にリンクを記載しておきますので、こちらも合わせてご覧ください。でデスクの反対側の方には充電ステーションのテーブルの方も、ね、ご紹介できればというふうに思います。充電ステーションのテーブルは、私は IKEA のネスナと言われる耐久性に優れたガラストップのこのサイドテーブルを活用しております。見ての通り天板にはモデムであったり充電機器、あとガジェット
糖計などそういったものをこの天板上に置いております。そして時計もこちらに置いております。こちらも IKEA のノルオッタと呼ばれる時計になっています。非常に見やすい表示ですし、明るさも3パターンに変えることも可能となっています。シンプルな見た目なんですが、アラーム機能もこちらついております。そして IKEA のネスナの下の段も見てみたいと思います。こちらには電源タップボックスを置いております。猪俣化学さんのテーブルタップボックス、ブラック L サイズを使用しております。収納できるテーブルタップの目安はだいたい長さ37センチまでのタップとなっておりますので、電源は5つ6つついているものも十分入れることができますので、こちら価格もパフォーマンスも高いのでおすすめです。そしてライティング環境もご紹介できればと思います。ライティング環境はこのような状況になっています。チチロバと呼ばれる強力の突っ張り棒を設置しております。パイプは直径32mm、幅は130センチから280センチのものを伸ばして、床と天井を1本突っ張り棒で止めているといった感じですね。そしてライトですが、こちらにニーワの 660RGBLED ライトを設置して宙に浮かせているといった感じになります。 RGB の LED ライトは 3200K から 5600K の範囲の調整可能な色温度であったり、0から360のフルカラーやサイド調整等も行えるので、 YouTube の撮影といった撮影環境には非常におすすめかなというふうに思っています。また温かみのある動画を撮影するためにニーワの折りたたみ式のソフトボックスディフューザーを活用して、フラッシュライトを柔らかくして使用時にオブジェクトの影を減らすといったことをして、合わせてこちらも使用しております。充電ステーションとライティング等があるその横には衣類の棚を置いております。充電ステーションの横にはこちら IKEA の棚を置いております。中には主に衣類が入っています。またその衣類の入っている IKEA の棚の天面にはプリンターやブックスタンドを置いております。もともとこのリモートワークをしている部屋に本棚を置いていたのですが、断捨離をしたところ意外にミニマルな量になりましたので、最低限のもののみを置けるようにしています。以前こちらも買ってよかったものでご紹介しておりますので、こちらにリンクを記載しておきますので、お時間あれば合わせてみてください。こちらのブックスタンドは幅を10センチから50センチまで調節できる便利な伸縮ブックスタンドとなっております。こちらもおすすめですね。そしてその横には IKEA のスタンド、エロベンというものを置いております。寸法横が47センチ、奥行きが26センチ、高さ10センチで耐荷重が20キロまで耐えれるものになっています。私はこちらのエロベンのスタンドの上にプリンターを置いているといった感じですね。でスペースを占領することもなく、収納スペースを兼ね備えた一つかなというふうに思っています。引き出しもついていますし、ペンやポストイットなど手元に置いておきたいものを入れることができます。また引き出しは竹製でできているので、サステナビリティと環境にも配慮された作りになっているのかなというふうに思います。そしてこの背面ですが、イギリスのフラッグを置いているといった感じですね。あとは壁はうまく使ってリュックであったり、自転車のヘルメットであったり、そういったものもかけているといった感じになりますね。5畳の部屋になっておりますが、うまく活用しながらこちらでリモートワークをしているといった感じです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。30代、リモートワークの部屋はどんなものかというと、私の場合はこういった部屋で作業をしております。少しでも皆さんのご参考になったら幸いです。今日は5畳の書斎で快適なリモートワーク、デスク環境、ルームツアーのご紹介でした。動画の感想や紹介したアイテムで気になることがありましたら、気軽にコメントで書いてください。もしこの動画が良かったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。